Hey you guys, thank you so much for checking out this video. 今日はね、ニューメキシコ州のリオグランデっていう川でね、遊んでるんだけど、みんなに紹介したい理由、ストレスを減らすために、本当に体を落ち着かせるための最強のツールっていうのがあるんだよね。もう神経学的、科学的に最も完全に基づいているツールなの。それはズバリ、呼吸なんです。ワンちゃんが穴掘ってるよこれ。体がストレスオンっていう風にシンパサティックシステムを使ってできるようになると、パラシンパサティックってやって、副交感神経っていうこの、ね、神経を使って自分のストレスを体を落ち着かせるっていうことは可能なんだよね。でちょっと詳しい説明したいので、ちょっと僕のスタジオに一回戻りましょう。Hey you guys and welcome back to the studio. Thank you so much for watching this video. 本当に忙しい中さ、このビデオ見てくれてマジありがとう。で、こういう情報が好きだったら後でいいので、ぜひチャンネル登録してもらえるとすっごい嬉しいです。で、落ち着くために生理的に神経科学的に最も完全に基づいている最強のツール。これがなんと英語で physiological sigh。生理的なため息なのね。フィジオロジカルっていうのが生理的、生き物的。で、サイっていうのはため息なんですよ。おそらくみんなドクター・ヒューバーマンね、ヒューバーマン博士をご存知の方いらっしゃると思うんだけど、彼がスタンフォードのデイビッド・スピーゲル博士と今面白い研究をやっているのよ。で、デイビッド・スピーゲル博士っていうのはスタンフォード大学の精神医学の副議長なんだよね。で、この2人が意識的な呼吸を行うことによって、感情に関連するストレス反応をどのように調節できるかっていうのを探る研究を行っています。なので本当にこれから紹介するツールはもう科学的に今2021年の春の状態で、これがストレスを減らすために最も科学的に早いよっていうやり方なので、でもちろんなんかね、なんかヨガとかチベット仏教の呼吸法とか別のもあるかもしれないんだけど、まだデータがないっていうことなんですよ。なので今これが科学的に一番早くストレスを減らす方法です。で、それがですね、このフィジオロジカルサイね、生理的、生き物的なため息っていうのは実は1930年代から研究されていることなんですよ。で、神経生物学的レベルのリアルなことなのね。で、基本的に動物とか人間が寝る前に、もう本当にあなたも、ね、寝てる間とか寝る前に本当に毎晩やっている呼吸のやり方なんだよ、ね、でどういうことかっていうと、こうやるのよ。ふー、ね、ワンちゃんブルーとかが寝る前のなんかふーとかやるじゃん、それなのよ。で、人間も泣いてる時とかにやるのね。子供が泣いてる時とか自分が泣いてる時もやるじゃん、ね、でこれ 人が落ち着こうとしている時とかで、あと平常恐怖症になっちゃう時も自然にこれがやるのね。で、息吸えない時とかもこれを体が勝手にやってくれるわけよ。実はこの呼吸のやり方は、うわ今すごい効果があった、ストレスが減ったわ、うん、二酸化炭素をものすごく減らしてくれて、でもう一つは心臓のスピードをスローダウンさせてくれる効果があるのね。何をやるかっていうと、みたいな感じを意識的にちょっとゆっくりやるのね。で、ダブルで2回吸い込んで、で1回ゆっくり吐くのよ。なぜダブルで吸い込むかっていうと、肺の中には小さな肺胞っていうのがいっぱい入っているんだよね。ダブルで吸い込むとこの肺胞を広げることができるのよ。うわーっていつも折りたたまれているわけね。で、実は自分の肺の中にある肺胞を表面に広げてみると、テニスコートをカバーできるぐらいのサイズなのね。だからこれを膨らませるっていうのをダブルで吸い込むとめちゃくちゃ効果があるんだって。で、もう一つ、心臓のペースがゆっくりなるのね。これ知ってる人もいると思うんだけど、呼吸を吐く時間を長くすると
自分の心拍のスピードが遅くなるのよ。ね、なぜかっていうと、ね、息を吐くときに自分の横隔膜がこうやって上がってくるじゃん。でそうすると自分の心臓にプレッシャーがかかるのね。で心臓にプレッシャーがかかると中に入っている血液がもっと楽にスピードが上がるわけよ。ね、例えばなんか庭のガーデニングやってる時にホーズに指親指でピュッて押すとピシューってなんか水が強くなるじゃん。同じことが心臓の中で起こってるのね。息を吐いている時にフーってやると。でこのニューロンのグループがあって頭部結節っていうのがあって、それが脳にシグナルを送って自分の脳がオッケーオッケー、じゃあゆっくり心臓をゆっくりしようって言って、そのスピードをゆっくりするっていう効果がリアルにあるんですよ、ね、なので基本的に呼吸の吐いている時間を長くすると自分の心臓のスペースが遅くなっている。逆にもっと起きたいとかね、なんかスポーツやってるとかね、ちょっとテンション上げたいっていう時はね、逆に吸う時間を長くして吐くのを短くすると自分の心臓のペースが上がります。でね、鼻から吸うのか口から吸うのか、間違いなくデータは鼻から吸う方が必ず体にいいよっていうのが、もう本当にね、研究で明らかになっている。ですけれども、この呼吸法は別にすごい効果があるから、別に鼻から吸っても口からやってもどっちでも大丈夫ってヒューバーマン博士はおっしゃっております。ごめん、ちょっと大切なポイントを説明するの忘れちゃって。でこのツールはリアルタイムにストレスを減らすっていう方法なのね。例えば受験のテストがあるとか面接があるとか、いろんなピンチになってストレスになっちゃう時、そういう時に科学的に一番早くストレスを減らす方法がこの呼吸法なのね。っていうやつなのよ、ね、だから瞑想とかジョギングとかランニングとか筋トレとかね、睡眠とかいっぱいあるんだけど、そういうことは全体的に Hey Blue 減らす、ストレスを減らすんだけど、今この瞬間減らす、今この瞬間にストレスを減らしたいっていう時はこの方法が一番いいんだよね。で本当に呼吸だからすっごい簡単なんだよ。例えば僕の赤ちゃん、ちょっとビデオ流すんだけど、 Can you do the breathing one more time? That? Good job! That? これ? Yeah。まあ、1歳半の赤ちゃんもちょっとこういうのを学んでるんだよね。ストレスになっている時に自分の判断が鈍くなるっていうのは間違いないじゃん。その実際に「おいこら」とか「あんたなんでこういうことやるの?」とか「お前部下として最悪だ」とか言っちゃうわけよ、ストレス状態になると。だからもしこのツールを子供の時から学んでいたら、どのように人生が変わっていたと思う?っていうか、これを子供に教えたらどのように人生が変わると思う?うわー、イラってなった、ストレスになった、ピンチっていう時にフッ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 って言って減らすことができるんだよ、ね、自分のアクションが変わってくる、行動が変わると結果が変わるよね。なのでちょっとね、ダブル一緒にやってみよう。これ2回吸うっていうことでいうことなんだけど、ちょっとねコツがあるのね。一回長く吸うっていうのをイメージして、自分の口とか自分の喉を使ってこの一回長く吸ってるのをポーズするのね、止めちゃうのよ。止めた後にこれをリリースすると、このバキューム効果っていうのがあって、もっと一気に空気がうわーって自分の肺の中に入ってくるのね。ちょっとやってみる。ふぅーね、なんか口とかさ、喉を使ってやることができるのよ。ね。Alright。じゃあ、ちょっと5回一緒にやってみましょう。ね。普通の場合は、本当に3回ぐらいで結構なんだけど、で、正直言ってね、5回ビデオで一緒に僕と呼吸やると、めっちゃ長く感じると思うんだけど、まあ、楽しくやっていこう。Alright。じゃあね、用意してください。2回吸って、1回長く吐く。ね。口からやっていきましょう。で、ちょっと僕、サウンド作るね。聞こえるように。じゃあ、息吐いて。ね。せーの、吸って。吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って。
どうだったかな、自分のストレスレベルが減ったっていうのを感じることできたらぜひコメントで教えてください。 Alright, thank you so much for checking out this video and I'll see you next time in Chris's room. ありがとう。